む料理を作りたいと思います。はい、それではスタート。今日のあるあるキャラクターも靴下ってすごい可愛いけど裏返したらすごい怖い。私毎回裏返した時に思うんですよね。あんなに可愛いのに裏返したら、靴下裏返したら怖って。はい、あるある。はい、まずは玉ねぎを私好みに切ります。私好みとは適当です。はい、全部炒めた料理美味しいです。好きですよ。キノコじゃなくてエリンギ、舞茸、ブナシメジやろ。舞茸じゃない、エリンギ、シメジ、エリンギ、間違えた、何だっけ、の白いの。そしたらですね、鶏肉を2センチ全然見えてない、で1台に切るって書いてあったんですけど、2センチ台がわからないので、まあ私流細かくこんぐらいでいきたいと思います。はい、どうしても切るときなんかどんどんこっちに寄っちゃう。大雑把な切り方をした結果です。また焦げたけどなんとか完成しました。湯気が美味しそうです。これはうまい。あの鶏肉だからダイエットに良さそう。これだったら毎日ダイエット続けられそう。運動もしなきゃな。はい、バイバーイ。運動嫌いです。私ちなみにちょっと走っただけですごい息切れします。やばいです。運動します。何のって？これから考えます。バイバーイ。